まあね、こういったことをね、踏まえた上で、で農家の方も、ね、今の年長、年頭に、まあ、意識した上で、それでも石破が勝つんだって、それでも石破が必要やったら、石破にかけたらどうかな。なんでこんな言い方するかやったら、石破嫌いだけど、田中のくせに落ちると思うかもしれんけど、その、石破さんの特徴はね、企業の成功モデルを地方で実現しようや。そういう地方創生型の先生。つまり、農家も起業化しましょうっていう考え方。石破氏。そういうことを考えたら、農家も、まあ、その時代になったんかなって、すっごく折れやすいんだよな。折れるって言葉使っちゃったけど、なびきやすいんだよな。農産物みたいな。そうか、そういう風が吹いてるのかってなっちゃうの。そういうふうな職業。そういうようなメンタルを最大の強みとする職業。そこを利用したらあかんぞと、うちは怒ってる。ね、それだって石破なんかより、農林水産業を考えたら、絶対二階総理の方がいいよ。日本の農家の方々。そうですよ。ごぼうの。な、港町の飲んだくれ。二階の方が日本の一次産業絶対立て直し、すごい。石破は企業の成功モデルを地方で実現。一次産業もね。それでいいの本当に農家の方々、一次産業重視の方々、誇り高き、独立自営農民の方々。だから石破に騙されちゃダメだよ。でも、こういう方は田中のうちとしてはちょっと心苦しいから、こういうふうな動画にまとめてあげてください。これなら、担保よろしく。ね、じゃあ、石破おらんかったら次の総理、心配やな。短期政権ちゃうか。それは石破すらもそうじゃん。本当に、いろんないろんな課題クリアできへん可能性があんねん。ネームバリュー。体格、顔面。それから、あとは何やろって言ったら、態度。まだでかいけど、あとはちっこい人よ。小沢よりかははるかにね、もちろん。でも小沢と一味かもしれん。あ、それは理由だよ。な。小泉の子も信じたらあかんでしょ。ひどい人間が待たれたじゃん。ああいうタイプに騙されたらあかんねんけど、それわかりにくいよな。じゃあ、おじさん、誰が首相にふさわしいと思いますかって言ったら、安倍って言うしかないけど、もう、くたくて、誰がふさわしいですかって言うと、いつも安倍って言うと、もういいから、もう、僕こんなんだから、ダメだ。もういいでしょって、なんか、安倍さんに手紙すぎて、なんか、もっとって、もういいでしょ。かっこいいわ、かも。どうしたらいいやろ。誰がふさわしいやったら、やったら絶対あかんねん、だけど。な、石破よりもっと立ち悪いで。な、民主党って労働者の味方と言いながらめっちゃ多国籍企業よりの考え方で、実は。じゃあ誰がいいんでしょって考えた時に安倍さんは、もう岸田が一番増しちゃうと思ったんじゃん。それはあり得るわな。それともう一個は、その第三勢力がしばらく首相をしてないでしょ。それだったら田中もしてへんやんか。けど、田中は今危険やねん、石破エースやから。そういう、今みたいにすごい、すっごい怪しさを含んだ、石破って言ったら魅力的な人よ。ね。あれ選んだら、そんなことしちゃうのみたいなことどの顔だよ、なんて。小泉と違うんだ、小泉とは。石破と小泉純恋が組んで。表ね、小泉よ。嘘でしょうか。みんな、コロコロってなってるよ。じゃあ、誰がいいねんとか言うてな、ガラガラおかしいやなとかな、なってなかったの。なんかそんな3代目が来るまで待てとかな。あ、ありまへんねん、それ。それ、ずるいやろ、それ言ったら。中で気がついたかもしれんけど。ずるいやろ、そう、中谷とか。中道とかな、ずるいやろ、ずるいやろ。じゃあ、彼で大丈夫かって言ったら、どうやろな、すごい太鼓払いけどな。誰が、どれが、全員が。人脈すべてが。そんなことないよ。な、西村さんのところに。あと、茂木さんのところに。な、メーリングの。誰がふさわしいですか、みたいな、たけしとか。おいかがでしょ。わからん、わからん。
分かんない、混迷の時代。